どうも、ミネイです。今回からこのお別れの星というゲームをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。タイトル画面とかはなく、始まってすぐこういう画面だったんですけど、なんか上に出てきたな。これか、人が生まれる装置。人が生まれる装置人という生き物はみんなここから生まれてくる。壊れており、もう二度と人が生まれてくることはない。じゃあ全滅というか絶滅してるってことかな。あ、私と落ちてた。これはキサリブリックさんは死んでいます。この遺体を借りますか。遺体を借りる。はい、その四角のを移動させることが借りることになるの。あ、本当だ。これで触っても別に何があるってこともないのか。Y or C?Y?Y? 押してるよ。C は？ん？やあ、こんにちは。この世界に生まれ落ちておめでとう。そう言いたいところだが、俺は君に謝る必要があるのだろうと思う。謝る。君っていうのはこの、何？その、今左側にあるやつってこと？君が俺のこの記憶に触れているということは、まあなんというか非常に言いにくいことなんだが、全てが終わってしまっているということになるのだろうね。冗談なんかじゃないぜ。終わっているのさ、何もかも全て。俺ももちろんご覧の通り死んでいるし、このなんかルービックキューブみたいなのがなかったら死んでるってことなのか。この村の人々もみんな一人残らず死んでいるだろう。なぜそうなったのか、その事情は俺のもっと深い記憶に触れることでわかるだろう。だがとにかく今言えることは全部俺のせいだということだ。なんで？君は何をする生き物なの？村のみんなが死んでしまったのも、君がここに生まれてしまったのも、全部俺が悪い。そしてこのことでもっと辛い目に遭うのは君だ。だってこんな何もない世界に生まれてしまったんだから、本当にすまない。けれどこれだけは信じてほしい。君が生まれてきたことを俺は心から祝福したいと思っている。おめでとう。できることなら君と一緒にあの発酵した液体を飲みたかった。さぞかしそれは幸せなことなんだろうね。発酵した液体？これ何？移動できるの？めちゃくちゃマップ広いんじゃない？壊れた機械、村のどこにでも落ちている。じっと見ていると人の顔のようにも見えてくる。見えるか？見えないけど。結構広いな。めちゃくちゃ広いんじゃないか、ここ。てか、この体で来てもよかったんだろうか。何これ？あるんじゃない？発酵していきたい。あ、これ。飲むと楽しくなり、嫌なことに辛いことを忘れられる。危ない薬だな。実際は気のせいだという人も多い。ちなみに、昔も今も大人しか飲んではいけないことになっている。お酒か。発酵していきたいを手に入れますか？はい。君とって言ったからね。火を保つ道具。先端の糸に火をつけると、あ、ろうそくか。溶けてなくなるまで火が保たれる。火は弱く、水も温められないが、夜に使えば少しだけ周りは明るくなる。もし太陽がなくなってしまっても、これがたくさんあれば問題がない。別に今持てるわけじゃないのか。雨を防ぐ道具。昔の人間は雨が降るたびにこれを使っていた。今とは違い、雨には有害な物質が混じっていたと考えられている。酸性雨ってこと？この村にも何人かこれを持っている物好きがいる。白く薄い道具。細かい繊維状のものを集めて薄く固めたもの。村の変わり者がなぜか気が向いた時に苦労して作っている。昔の人はこの上に文字や絵を描いた。それらを何枚も集めて束ね本というものを作っていたが、今ではそのほとんどが朽ちてなくなっている。永久のもんじゃないからね。
金属の入れ物、中には隙間なく人には必要のない湿った物体が詰まっている。何それ。昔の人はいらないものを金属の入れ物に詰め込むことで重りとして活用したのかもしれない。線、なんだろう。重り、漬物石か。漬物石じゃないよな。戻ってきたよ。飲む？人のか…あ、元の体に戻りますか。え、もうじゃあ アイテムとかさ、ん？何？いや、そ、いや別に、え、別にこのままでいいんですけど。え？Y かな？ Y か？ C か？あ、選べるんだこれ。ああ、右側のやつがこの、なんだろう、ボイスレコーダーじゃないけど記録みたいなことかな。そうかもしれないな。めっちゃ祝福してくれるけどな。 Y で発酵した液体、飲むと楽しく、うん、一緒に発酵した液体を飲みますか。はい。頭から飲む。頭なのかこれ。口が下についてるっていうのがもう、なんだろう、古臭い考え方なのかもしれないな。飲んだよ。あ、増えた。これね、さっきこっちだったよね。人を産む装置をやっと修理できたと思ったのだが、完全ではなかったらしい。いや、完全ではないどころか不完全もいいところだ。なぜならこのままこの装置を動かし続けていれば、村のみんな全員、俺も含めておそらく死んでしまうだろうからだ。原因はわからない。そもそも俺にはこの装置が何なのかすらわからない。随分と前にこの装置は壊れ、人を産まなくなってしまった。それからずっとこの装置を研究してきたが、研究すればするほどに俺みたいなものが触っていいものではないということしかわからなかった。つい先日やっと糸口を見つけた人が育ち始めたと思ったのだが、その結果がこのざまだ。笑うしかない。よくわからないのだが、何か目に見えない波のようなものがこの装置から出ているらしい。そしてその波は俺たちの頭の中にある重要な何かを壊していく。波は火を増すごとに強くなった。そして最後には俺たちは終わってしまうのだ。いやまあ、その説明はどうでもいいか。結局のところ、重要なのは、俺がこれからどうするべきかという話なんだ。この装置を強制的に止めれば、中の、この子は死んでしまうだろう。村のみんなにこのことを話して、相談して決めるべきか。不具合が起きたということにして、独断で止めるべきか。まあ、いろいろ選択肢を並べることはできるが、もうすでに、俺の答えは決まっていた。結局のところは、俺がどちらをより愛しているかという話なんだ。俺自身を含めた村のみんなか、この装置の中で生まれる時を待っているこの子か。笑ってしまうくらい簡単な話だった。そんなことは考えるまでもない。村のみんなには悪いが、よくよく考えてみれば、そもそも俺はこの村もこの世界も自分という存在もそんなに好きじゃなかったのさ。ざまあみろ、バーカ。それで生まれたのが俺ってことかい？俺こと右のちっちゃいやつってことか？でもこれ人じゃないよね。村の外れのお別れの場所でキサルイクさんとお別れすることができます。どういうこと？村の外れ？お別れをすることができます？村の外れってどこだろう？
ここさっきのとこだよね。さっきの発光した液体拾ったとこだよ。こっか。めちゃくちゃ広いんだよね、ここ。わかんねえ。村の外れ？あ、違う人がいる。違う人がいる。もうわかんないよ。これ今あれか。下に行けるよ、ポイントが。これなんか知らない。ヨヒルムさんは死んでいます。死んでいますか？高く登ると、壁などに立てかけることで高いところまで登ることができる。さっき物がいっぱい置いてあったとこに高く取れないとこあったね。手が届かなくて良いものにまで手が届いてしまうことも。深いね。深いね。これか。ここはまたあれか、傘とかこれ道具系が置いてあるとこか。ここも人がいるんだ。植物を育てる装置。植物は種を健康に育てるには晴れた日に火の太陽の光と綺麗な水が必要。どっちも持ち合わせてないな。太陽の光って UV 光線的な。確かに傘、結構傘置いてあるよね。村の外れってどこなんだ。とりあえず一個一個調べてはまた行くけど、とりあえずこの人とお別れするのが先決なのかなって今のところは思ってて、今でもこれぐるっと回ってきたんだよ。だよね。村の外れ、ここさっき見たね。いっぱいいるな。全員とお別れしていくのかなこれね。みんな死んでるんだよね。で、何か思い残すことがあって死んでいっていうことだよね。光を出す装置。日や太陽がなくても光を出す。ああ、これであれか、植物か。遠くまで光を届けることができる。誰かが世界の果てにいたとしてもこの光で少しくらいは安心することができるだろう。安心できるのかな。村の外には出られない決まりになっている。今さらその決まりを。やっぱ死んでる人多いね。死んでる人多いっていうか、生きてる人がいないんだけど。ていうか、この体でお別れでいいのかな。あんまそれもよくわかってないんだけど。これあれか、壊れた機械。人の顔に見えるかな。俺の目が悪いのか。村の外れってどこなんだ。村の外れってどこなんだ。なあ、知らないか、モンビールさん。発音しづらすぎない。発音できないよね。なあ。あ、ユアムフ。ユ、あれちっちゃいユじゃなかった。ここか。ここじゃないの。なんかぐるっと回ってる気がする。回ってるよね。回ってるよね。回ってるわ。回ってるのか。ぐるぐる回ってるだけか。ここ違う。でも合ってるよね。違う。村の外れがそもそもどこなんだって話なんだよね。外れだからやっぱこっち方面なのかな。とりあえずダダダダッと行ってみるかい。戻っては来たけど、ここが外れっていうわけでもないのかな。元の体戻ってもな、お別れできるっていうしな。こっち方面は行ってない。行ってないな。運ぶ道具、部品が壊れてるのか。
なんか取ってこないといけない？これは？大きな石が積み上げられている。石には汚れ一つついていない。昔の人は死んでしまった人を地面に埋めることで、その人とお別れをしていた。いつまでも埋めた場所を忘れないように。大きな石をその上に置いていた。忘れないようになのかな。こっち？あ、ここっぽい。お別れをする場所。かつてこの村で生きてきた全ての人が水の底で静かに眠っている。キサルエキさんとお別れしますか？お別れ。キサルエキさんは俺に伝えられてよかったのかな。お別れしようか。俺のルービックキューブはどうするの？あ、ファって戻ってくるんだ。 Y は C、 Y、 Y？ お別れした人の幻覚じゃないけど、なんか見えるってこと？わい。ん？これは何だろう？なんか召喚することでなんかできるようになるとか、そういうことかな。じゃあ今回こんなもんにしときましょうか。次回じゃあ、次回の人だけ決めようと思ったのに。設定でガイド機能をオンにすることができます。ガイド機能をオンにすると、必要な道具や向かうべき場所などが 赤い印で示されます。できるだけ早く全て終わらせたい場合は、ガイド機能をオンにしてプレイしてみてください。え？今オンになってるんじゃなかったっけ？ガイド機能。ガイド機能、設定ってどれ？これか。これオンにしてみる一回。どんな感じなんだろう。何も赤いの出ないけどね。この遺体を借りるってやったら出んのかな。出てるか。まあじゃあ、でもこれあれか、この話見てないから出ないだけか。じゃあ次回、この人なんで名前だっけ。ちょっと戻りますよ。じゃあ次回このホボラルさんの何過去を見てお別れするとこまでやりたいなと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。